欧州連合基本権検証。欧州連合基本権検証は、欧州連合の市民や、域内の住民の政治的、社会的、経済的権利を法的に定める文書。2000年に起草、交付されたが、当初は、法的拘束力を持つ文書ではなかった。しかし、リスボン条約の発行により、欧州連合基本検証は、他の欧州連合基本条約と同様に、 法的拘束力を持つこととな。本検証のもとでは、欧州連合は検証に沿って行動し、法令を制定しなければならず、また検証に違反する欧州連合の法令に対して、欧州連合司法裁判所はこれを無効と宣言する。本検証は、欧州連合の法令を執行しようとする際の、加盟国に対してのみ適用されるものであり。 基本条約で与えられた範囲を超えるような形で欧州連合の権能を拡張するものではない。欧州経済共同体設立条約には基本権や人権に対する言及が含まれていなかった。同条約は欧州防衛共同体や欧州政治共同体の設立条約の発行が断念された後に起贈されたものである。特に 欧州政治共同体設立条約は権利に関する規定を含んでいたものであり、この条約の失敗を踏まえて欧州経済共同体設立条約では政治的な要素を含めることを避けようとした。ところが欧州経済共同体設立条約が経済的な目的に徹したことで基本権についての施策を持たせないとする考えは間もなく試練を迎えることとなった。 欧州経済共同体設立条約が発効すると欧州経済共同体はその政策が経済的な目的を超えて波及していることから政治的な主体として存在するようになった。1964年欧州司法裁判所はコスタ VNL の案件で共同体の法令は統合する加盟国の国内法に優先するという判断を下した。この判決は加盟国政府は 共同体において合意した事項を国内におる競合措置を実施することで回避することができない。どころか、共同体では加盟国の憲法における基本権規定による制限を受けずに法令を定めることができうるということさえも示すものであった。このような論点は1970年の裁判でも論争となり、ドイツの裁判所は共同体の法令がドイツ連邦共和国基本法に違反していると、 反示していた。しかしながら、ドイツの裁判所の判断に対し、欧州司法裁判所は、共同体法の適用は、当該国の憲法にかなうものであるかに関わらない、ものである一方、基本権は、共同体の法の一般原則の不可な部分を構成するものであり、基本権との矛盾は、ヨーロッパの司法に対して、訴訟を提起し得る根拠を構成すると反示した。 この判決において、欧州司法裁判所は事実上、共同体の機関を拘束する不分の権利の原則を作り出した。裁判所の基本権に関する管轄が1977年に共同体の諸機関によって認められた、また欧州連合条約大会上、発行時で基本条約にその効力が組み込まれたものの、欧州理事会が公式に、 欧州連合の基本権の法典化に着手することになったのは1999年のことであった。1999年、欧州理事会は基本権検証を起草する国家元首及び政府首脳、欧州委員会委員長、並びに欧州議会と国内議会の議員の代表で構成される組織を設置することを提案した。これを受けて同年12月にこの 組織は人権と基本的自由に関する欧州コンベンションとされた。2000年10月2日にコンベンションは草案を採択し、同年12月7日に欧州議会、閣僚理事会、欧州委員会は本検証を交付した。ところが同時に検証の法的地位を定めることについては先送りするとが決定された。 それでも検証は三つの主要機関の承認を受けるという政治的重要性を備えており、欧州司法裁判所も基本権の根拠としてたびたび用いていた。発行が断念された欧州憲法条約では、検証は修正が加えられた上で欧州憲法条約の一部となるはずであった。欧州憲法条約の代替となるリスボン条約でも検証は、 基本条約に組み込まれるのではなく独立した文書としてではあるが法的拘束力を持つことになっていた。ただしいずれの場合にせよ検証は修正されることになっていた。2009年にリスボン条約が発行したことを受けて基本権検証は欧州連合基本条約と同等の地位を有するようになった。リスボン条約で示される検証とは リスボン条約の署名前日に同じ3つの機関が交付した2000年の文書に修正を加えたものである。検証の第51条第1項において、本検証は欧州連合の初期間、欧州連合の法令によって設立された組織、そして欧州連合の法令を執行する場合における加盟国を対象としている。また欧州連合条約第6条と、 本憲章第51条第2項では欧州連合の権能を拡張することを制限している。このため欧州連合は基本条約において定めがなければ憲章で定められた権利を守るための法令を制定できないということになる。また問題となる加盟国が欧州連合の法令を執行していなければ個人は憲章における権利を守ることができないため個人が 加盟国を相手に訴訟を提起することができない。これは最も議論となった点である。本憲章は欧州連合における最初の人権規定ではない。上述の欧州連合の法令の一般原則を解釈するにあたって欧州司法裁判所は従来からそのような一般原則が加盟国に適用できるかどうかとやんけんを扱ってきた。ジョンストン。 ウイロイヤル・ウルスター・カンシタ・ビュー・レディーでは、公正な手続きに対する権利は、共同体の法令の一般原理であると判事し、またクレムズ・ブイオーストロでは、欧州司法裁判所は殺人に対する不当判決に、関して加盟国が一般原理を適用しなければならないかどうかということを決めなければならなかった。この裁判で、原告は、自らに対する不当判決と、その判決文が、 欧州連合域内で自由に移動する権利を侵害しているという理由で、この裁判は欧州連合の法令の適用対象となると主張した。これに対して欧州司法裁判所は原告が有罪とする法令は欧州連合の法令への適合が確保されるように制定されていないため、原告の主張は欧州連合の法令の対象から外れているとした。 リスボン条約の署名に先立って行われた協議で、ポーランドとイギリスは自国に対する基本権検証の適用に関する議定書を付属させた。また2009年10月には、この議定書について、次の加盟条約の発行で、チェコに対してもその対象とするように修正することで合意した。この議定書は2箇条で構成されている。第1条第1項では、 ポーランドとイギリスの国内における法令、規則、行政規定が検証に成功しないということを両国の国内裁判所及び欧州連合司法裁所が判断することを除外している。まだ第1条、第2項では経済的及び社会的権利について唄っている検証の第4編は司法判断適合性の権利を喪失しないとしている。 これらの参加国が議定書を協議した理由は異なるものである。イギリスは検証に法的拘束力を持たせると、市民が検証で定める権利を主張しようと欧州、司法裁判所に向かったり、またそれにかかる訴訟費用が増大したりするという結果を懸念して、検証に法的拘束力を持たせるということに反対してきた。イギリスは断念された欧州憲法条約では、 検証に法的拘束力を持たせると許容していたが、リスボン条約での協議では、検証で欧州司法裁判所の権限がイギリスの国内法を超えることがないことを保証する規定書を求めた。検証が社会的な問題に関してリベラルな立場を取っているということに懸念を持っていたことから、2007年9月にポーランド政府はイギリスに対する規定書に ポーランドもその対象にすることをんだ。また2009年末、欧州連合加盟国の首脳らは、チェコ大統領、バーツラフ・クラウスに、リスボン条約への署名を納得させようと、チェコも対象とするように議定書を修正することを約束した。クラウスは、以前から検証によって、第二次世界大戦後に、チェコ領から追放された、ドイツ系民族が、欧州連合司法裁判所に対して、 訴訟を提起するのではないかという懸念を表明していた。この問題の解決のために、リスボン条約で検証の適用除外を求めていたので、ある。クラウスが求めていた、規定書は最終的に提示されたものと関連性がなかったにも、かかわらず、クラウスは、リスボン条約に署名した。なお問題となった、ベネシュフ国が、欧州連合司法裁判所で訴訟として扱われる、余地は皆無であった。 議定書がどのような効果を持つのかという点については様々な議論が交わされている。主張には議定書はポーランドやイギリスに対する検証の適用を除外するというものがある一方で議定書は法的、重要性を持たない、または限られているとする解釈的なものに過ぎないという主張もある。検証は7編54箇条で構成されている。このうち全6編は 尊厳、自由、平等、連帯、市民権、司法という見出しとともに、実体的権利を謳っている。また第七編は、検証の解釈と適用について謳っている。検証の大部分は、人権と基本的自由の保護のための条約、欧州社会検証、欧州司法裁判所の判例、既存の欧州連合の法令の規定を基礎として、作れている。欧州連合は、 市民が自らの権利をより認識できるように検証の注目度を上げようとしており、すべての欧州連合の言語で書かれた検証のミニブックを出版するなどした。また、欧州基本権機関は、検証を音楽、ダンス、マルチメディアなどを伴った80分にわたる助辞詞を募集した。この助辞詞は権利に対する認識を向上することや、検証をわかりやすくすることが狙いになっている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。